はい、お昼の時間でございます。ほらちょっと朝作ったのはね、もうここまでなくなっちゃってます。まあ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 、うちのおじいちゃんね、今食べてもらったから味噌汁ももうないですね。今日はよく売れた売れたん、よく売れたんで、これからお昼ご飯ですね。お昼って言っても夜なんだよね。今日は夜の料理を今作りましょうってね。鶏をケーキをつけて、今日は奥さんがお仕事なんで、鶏をやっつけて、ゆで卵でポテトサラダでも作るか。ばやっば。はい、じゃあそうしましょう。鶏の唐揚げをね、作りましょう。大体これ作るのは多いですよね。お昼にね、それで夜も食べちゃうっていうのが、大体というか、どこの家でも 何をいつ食うって思ってパカパカしちゃおうでしょ。それも大事ですよね。一日のうちに何食うってのはもう決めておくと、うんと楽ですからね。うんと楽ですからね。うんと楽ですから。で、例えば朝ね、お弁当を持って出る人がいっぱいいるんだったら、最初懸命これ鶏の唐揚げ作ればいいしね。まあ油さえ揚げてあればあるし、電子レンジで芯でできるのもあるけど、そういう冷凍物とかなんかってさ、もう誰でも文句言わないようにさ、猛烈に糖質が入り込んでますよね、衣の中にね。もうびっくりしましたからね、コンビニで唐揚げ買っては血をこうね測ってみたらね、もうどうでもいいやって気になっちゃうね。まあ寛解やっぱね、こうやって鶏の唐揚げをバンバン作れ、バンバン作れ、バン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 。あ、なんかいいね、これ。バンバン作れの歌だね。バンバン作れ、バンバン作れ、バンバンボンボン。まあね。まあ人間金持ちになっちゃうと大変だよ。なんだよ、これ。突然。これ意外とほら、身が少なくて皮が多いからね。鶏の、この、ももってのはね。だから、揚げ物にするときも時間短くパッと揚げるだけで美味しくなるけど、高温でポンと揚げるとまた美味しいんだよね。で、本当に温度とあとはその味付けの問題でどういう雰囲気を出すかとかね。唐揚げ粉も片栗粉にするかパン粉にするか、卵を入れるか入れないか、もうあらゆるパターンで、あらゆるパターンでゴーゴーゴー、あらゆるパターンでゴーゴーゴー、おいらはドラマ、なんじゃそれ。おい、はい、じゃあ油を温度上げ出しましょうかね。180度に上げましょう。ブレーン、ブラブラブラブーン。何それ。これをこう入れるボールがねえな。ボールがどこに行きよった。ボール、このボールよりちょっと大きいボールがいいんですけどね。まあいいか、しょうがねえな。こんなにいっぱいやっちゃっていいもんかね。半分以上か。いや、もう寝て。どうせ食うだな。だいたいお腹いっぱいになるために食う日には、相当量食わなきゃダメだからね。相当量食わんとダメだからね。で、あとポテチサラダね。ポテチサラダ。ポテチサラダ、ゴーゴー。何入んの？塩。シュシュのパワー。もういい、やめよお前そんなことね。カレー粉入れたりね、いろんなもの入れた時期ありましたけどね。今もう基本に戻って、塩コショウに醤油、今日に戻ったです。まあいろんなものがね、ここで入りますけどね。塩コショウに醤油、片栗粉をシュンって入れてやって、チーッってあげると、
うまかたい。うまかたい。ね。ただそれが素材から大事に食べるっていうやつですよね。素材から大事に食べる。あと何しようかな。もういいか。だから揚げ物するにしても、ね、揚げ物って何だろうな。セロリを入れて、セロリが入ったポテトサラダにしよう。やっぱりどうしてもポテトサラダがいいのね、あなたは。そんなものがいいんだって。不謹慎だわ。不謹慎なの？うん、不謹慎。はい、じゃあ不謹慎なマサイが頑張ってポテトサラダ作ります。不謹慎なマサイがポテトサラダで555。不謹慎なあなたと不謹慎な私、不謹慎同士で不謹慎。あ、レンコンあるぞ、レンコンがあるということは、レンコンとですね、何が言ったレンコンの天ぷらもそうか。いやー、やめた方がいいろ。あれ、この間して不評だったし。いや、不評なことなんだろ。パン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 。じゃがいもの皮むかないでさ、あの、サラダにしてたら、娘に怒られたね。なんでむかないの、お父さん。それで、むかないといけないことなの。いや、別にどうってことないですけどね、こんなもんね。これね、ポテトサラダ作るときにね、じゃがいもの皮むいて、あと、マヨマヨでやるでしょ。マヨマヨでやったとき、マヨマヨにみじんにした、なんていうの、ニンニクが入るとね、もう最高。セロリもこれ、みじんにして入れるんですよ。もう最高。なんていうの、忍法みじん隠れ。何が言いたい。この目のところをね、削るのがめんどくさい、ね、お、エラが出ました。ふぃーピピピピ。ふぃーピン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 。チャン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 。目は取りますけどね。目取らないとこれ毒だっけ、死ぬっていうけど本当かね。やってみっか。めんどくさい、こうやって取っちゃう。これ取ることもない。目ほじくり。じゃがいもね、こうやって切ってポテチソルト。あと卵がいるね、卵。卵2つぐらいつけちゃいましょうか。あれ、蓋がね、蓋丸まる。それ無水でやるのよ、あったった。卵を2つぐらい茹でちゃおうかな。2つでいいね。1個温泉卵あるんだよね。温泉卵、パイアッパー。はい、蒸すがある。はい、じゃあ蒸していきましょう。これはね、人参。人参はちょっと端っこをつけて、
このぐらいあるかな。この2つは蒸し物ですね。蒸し物、お蒸し物、お蒸し物、お蒸し物、蒸し物も蒸し器どこじゃ、かかと蒸し器、かかと蒸し器ね、蒸し器。ブロッコリーもちょっとやっちゃうか。ブロッコリーね、よいしょ。ブロッコリーも塩蒸しちゃえば、うちの奥様がはい、行くときに行ってきます。はい、こう、ブロッコリー一緒だとちょっと時間的にまずいな。ちょっとまずこれだけ行こう。 OK。 それで唐揚げくんが唐揚げくんでできて、セロリと人参だね。セロリ、人参、玉ねぎ、パヤッパー。玉ねぎのパヤッパーはちょっともう外しちゃうか。これ全部多いね。半分しよう。また小さく、どんどん小さくなっていくぞ。どんどん小さくなっていく。味方が消えていく。なんでなんでそうなんの。パヤッパー、みじん切りのタルタルソースにしましょう。今日は玉ねぎみじん切りのタルタル。こうやってみじんにすると辛くないよね、玉ねぎって。でもこれまずいかな、時間経つとダメかもな。やめとこう。やっぱりこれ俺食う玉ねぎみじん切りは俺食う。セロリのみじん切りも俺食う。セロリのみじん切りにさ、玉ねぎのみじん切りと、まあ混ぜちゃう、本当だからやっちゃえ。これマヨネーズでやるとね、タルタルの、美味しいタルタルの、美味しいタルタル。ここにニンニクがね入るともうほぼ無敵マヨネーズするんだ。マヨネーズ軍団、パヤッパー。はい、ニンニク、ニンニクニクニク、ニンニクニクニク、ポポー。はい、こうなればいいよ。お、唐揚げ軍団がもうすぐ上がってきました。ブロッコリーはさ、あれだよね、じゃがいもと一緒に蒸すと、もう蒸しすぎになっちゃうからね。8分かけるの忘れてました。まずいまずい。今から8分でいろ。パヤッパー。お、たまあれができてきましたね。ニンニクと玉ねぎとセロリをみじんにして合わせちゃってタルタルのソースしましょう。それでこっちはですね、こっちはよいしょ。ちょっと多めに見えるけどね、片栗粉入れちゃって。
もういいでしょう、こんなで。ではこれが片栗粉と混ざりました。片栗粉ほんと少ないでしょ。これも十分ですから、はい、はい、いきます。この次ね、8個ぐらいもやるよ。はい、頑張れ。お、来た来た。今回何か1回転ねえ、唐揚げくんたらどこ行くの？唐揚げくんたらどこ行くの？僕のそばにいておくれ。唐揚げくんたらどこ行くの？はやっぱー。はい。はい、はい、行きます。で、これがね、蒸されて上がってきましたね。もういいかな。ちょっと動画見んだか。うん、いい感じやね。ポクポクっていい感じ、いい感じ。やっぱじゃがいもくんたらどこで潰そう。ここで潰そうか、今日はここで。ちょっと小さいんだな、もうちょっとできてもらうかな。はい、ちょっと飲みました。おお、水が。できるだけ水もね、入った方がありがたいね。おお、かっけえね。じゃあブロッコリーは、蒸します。どんどん入るよ。はーい。はい、モリアーティ。おお、よく上がりました。あー、うまそうじゃの。こんな理由ですか。今日の唐揚げくんはどんな味かな。今日の料理はどんな味かな。あ、醤油が必要だね。油変えたばっかりなんだよね。これがまただんだん粉とかがね、油の中入っていくし、いろんな形でね、こう出てきますよね。もう2回ですね。ちょっと間を切っておきますね。はい、やつこのままだ。ええ感じやね。うまそうじゃろ。なんか唐揚げ屋さんみたいなね、我が家ね。我が家の唐揚げ屋。はい、これやった。
まあね、ニンニク玉ねぎ玉ねぎじゃないニンニクとブロッコリーはすぐに揚げたね。ニンニク好きな人もしようはい、ニンニク探しましたね。くどけたね。シャシャッとさらして、はい、お肉を、そしたら、このやつを、このやつもなんか、これ、玉ねぎセロリね。玉ねぎセロリに、ニンニク。生が一番うめえからな。こうやって丸太にしてやって丸太にしてやってっていうか刻んであげてマヨネーズであげちゃうとね丸太になりますから。こちらね卵が今のプリンターだ。もうこれがいいのいいのですね。こうやって揚げてみてね、揚がりますから、まだちょっと揚がりますね。 OK、 どんな塩梅か。あ、やっぱおう、まっすぐじゃねえ。はっけいいね。君たちよう上がっとるの。はい、よく上がりました。はい、ラスト、これだね。これで全部ですね。ラスト、ゴーゴー。これ、だいたいこのぐらいかな、あると、うん、俺とじいちゃんと、お母さんと、昼と夜とね、みんなこれ食えますから。3人、娘は夜帰ってくるから。はい、じゃあこれやります。行ってもらいましょう。はい、もらいますけど、これはちょっと使わないといけないんで。ね、揚げ物は熱に逃がさなきゃいけないからね。それ油もまだ足りない。うん、うまい。パリッと辛くて最高だ。で、マヨネーズかな。マヨネーズをこっちに入れるんだけど、ゆで卵を割ってやって、あっちはベースなんですよね。このゆで卵ね、割れたやつをそのまんま入れてやる。卵だけ持っていきたいっていう人もいるんで、まあ、片っぽはね、ゆで卵を食べました。
で、こちらはまあこんなもんだね。こちらのタルタルを揚げのもの、こちらはセロリと玉ねぎとね、ニンニクですから、オイルも入った方がいい。これ事前もあの皮膚の組織がすごく硬いから、あの溶けにくいですよね。それでマヨネーズの中に入って、おいしいお味を演出するタルタルソース。タルタル、うわ、やっちゃった、やっちゃった、俺減っちゃったよ。おー、やっちゃったよ 笑ってられんぞ、おい。うん、うまい。はい、で、こちらがベースですので、ベースの方にはある一定量ね、こういうの入ってますから、マヨネーズと卵とじゃがいもと人参ね。で、そんなに厳しくはないよね。これはこれで OK。 で、こちらがタルタルソースになるんで、タルタルソースはね、水っぽいのが出てくるからね、取る取る。でも生のピーマンと生のセロリと生のニンニクとみんな一緒に食べちゃうからね、これがまたうめえさ。もうちょい入ってたからね。ただこれはあのドロッとしちゃうんで、時間が経つと別にしといた方がいいかもね、時間経った時にね。これはあのカキフライとかにも最高ですよね。これさっき作ってやつだな。で、これが今日のサラダ3姉妹、3姉妹海王寺長五郎今時ちょっと知らねえよ。いや、俺も知らねえよ、見てねえもん、剣と地と俺も見てねえもん。はい、唐揚げもね、こんな感じで、あ、うまそうだな。ちょっと向こうで手間取ってる間にいっぱいよく揚がりましたね。揚がり加減がね、みんな違っててもいいと思うよ、俺は。失敗したら言い訳じゃないけどね、失敗はしてないね、料理に失敗はない、ちょっと違った味付けがあるだけ、失敗じゃんはい、ということで皆さんも美味しい唐揚げ食って、美味しいサラダ食って、ポテチサラダでゴーゴーじゃあね、バイバイ。